じゃあ今日は、まあ、カッターの使い方というかこの魚の形に削るまでをちょっと紹介していきたいと思います。カッターはねちょっと使い方が、ちょっと見てて怖い感じがあると思うんですけど、まあ、そんなに、まあ、ちゃんと扱えば、危なくないし、まあちょっと切っちゃったりして覚える面もあると思うんですけど、手痛い失敗がないように、どうやって切っていくかっていうところでやっていきたいと思います。お願いします。でまずカッターはよく切れるやつを使ってください。切れないと、まあズルって滑って変なになっちゃいますからね。変なとこ切っちゃいますからね。でじゃあやっていきます。魚の形にするのにいつもここからこう削ってんですけど、ね、これね、まあ持って、まあ、ここで僕は押し出すようにして切ってます ね。で必ずこうやって切る人いるんですけど、僕はこれだとコントロールできなくてちょっと怖いなって思ってて、こっちもこっちもこう押し出しながら常にまあブレーキかけるような力も意識しながらやってます。こちらも、ね、これだとどこまでも行っちゃってスッと予期せぬとこまで切っちゃう気がするんで、まあこうやってどっちかっていうとこうなんていうの、これだとこっちで右手で切ってると思うんですけど、こうやって持つと引いてるんですよね。こうやってこの握り込むように引いてるんで、すごくコントロールが効いてます、はい、でこちらもそう、ね、引いてます。押してるんじゃなくて、まあ、こっちで切ってるように感じるんですけど、実際はこういう力の方が多いのかな。逆、で多分これが非常に危険に感じると思うんですけど、これですね、この動きが、まあ、ちょっと見てて怖いんじゃないかっていうところだったんですけど、これ結構ね安全だと思うんですよ。これ一番安全な切り方な気がしてて、結局これも握って切ってるんですけど、ここまで切ってないですからね。ここで必ず止まるんで、ね、それでここまで切らなきゃ切れないわけじゃないですから、見ててください。これでここまででも切れてるんですよね。なので、まあ、最後まで指につけてないんで一応安全っていう理論です。握っていくような感じで、握っていくような感じで切ってます。あ、ちょっと細くしすぎちゃったな。でこういうところはこんな感じで、でまあ、まあこのぐらいになったらあとはヤスリとかで整えてもいいと思います。以上です。